高知県四万十町では町内のおよそ2500世帯に水を供給している浄水場が浸水したため午後に断水する見通しで、自衛隊などに給水車を依頼しました。高知県四万十町では町の中心部などのおよそ2500世帯に生活用水を供給している浄水場が大雨で水に浸かり、水を浄化する機械が壊れました。午後には住民に供給する水が底をつく見通しで、町では自衛隊や高知市などに給水車を依頼しました。水位がですね、まあ、この壁の、壁からまあ大体 1.3 メートルぐらいのところまで水位が上がりまして、浄水処理の、施設がもう完全にもうダメになっております。もう全然もう浄水処理ができない状態になっております。